昭和レトロ。ほんまや。うわ怖い怖い。みなさん、おはようさん。ポポッとみーです。今回は大阪府と奈良県の境目にある生駒山に登りに来ました。今日は奈良県側からスタートしてケーブルカーに乗って楽ちんハイキングをしたいと思います。イエーイ。それではケーブルカー行ってきます。それでは生駒駅から出発です。駅降りましてケーブルカーまで直結してるみたいなので、この中の商店街みたいなところを通りながら、この先ですね、この辺りにケーブルカー乗り場あるんで、そこまで向かいます。なんかお店いっぱいあるな。楽しみ。買い出しもできるし、ご飯も食べれるしな。はい、飲食店街通りまして、とすぐ到着です。めっちゃすぐ。鳥居前駅っていう可愛らしい駅がありました。乗り物に名前がついてるやん、ちゃんと。ブル君、ミケちゃんかな。これに乗って行きましょうか。昭和レトロ。8時まで営業やって、めっちゃやってるやん。そうやな。あ、みんな乗ってんでも。え、可愛い。行きますよ。20分に1本みたいですね。はい、まずはこの宝山寺駅ってところまで行きます。はい、それでブル君乗りましょうか。スタート。一瞬で着いたんで、さらに上に行く人は乗り換えるね。ピカピカ光ってるで。はい、出て左に。もういい景色が広がってます。あ、山の上です。ケーブルカー最高やな。この宝山寺参道、これから歩くところは旅館とか古民家をリノベーションしたカフェが多くなるみたいですよ。どんな感じやろうね。ね、楽しみ。昭和レトロ。ほんまや。観光イコマ。なんかレトロを売りにしてるみたいやからね、ここ。レトロを発見していくっていう楽しみがあるな。いいね。これ旅館ですね。めちゃくちゃ綺麗や。隠れ小屋みたいな。なあ、めっちゃいいや。もう何年も続く旅館なんやろな。あ、ハンバーガーまで。あ、美味しそう。今日のランチは人気なんかも。ここにします。はい、ランチ到着しました。いただきます。見て見て、真っ黒黒ごまの粉。うん、うん、初めての味。こういうのバリスタ見てたらめっちゃ綺麗になる。あ、美味しい。お昼休憩しましたので、このまま宝山寺に向かって上がっていきます。階段が続きます。宝山寺駅から 0.2 キロ歩いて分岐到着しました。こっちの生駒山上駅のこの階段を上がると登山道になるんですけど、私たちはこっちの宝山寺の参道を行ってケーブルカーで楽ちんとに上がっていこうと思います。はい、雰囲気あるね。うん、あるね。入りましたね。入りました。お、空気が変わった。な、
車でも来れるんやな、ここ。いや、自然が豊かでいいですね。ああ、すごいわ。あと売店ありました。なんかここでお土産とか買うのも良さそうですね。わあ、宝山寺の立体模型があります。おお、すごい広いね。広、浴場あるで。どこ？あ、ほんまや、入れんのかな、うん、まだまだ上あるで、どこまで行けんねやろ。すごっ。見てよ、あんなさ、崖みたいなとこにさ、弁財天さんがおるで。すごっ。結構ね、ほんま立派なお地蔵さんが、洋さんおるんで、ね、うん、こう楽しい、楽しいって言ってんかわからないですけど、楽しいです、うん、新鮮です。このまま上がってね、本堂もあるみたいなんで、はい、いろんなところに線香していってます。お邪魔します。本堂に失礼します。お、わあ、立派な、広い、金のお花が咲いてる。ほんまや、美しい、広いな、ほんま、うん、しゃあ回ろう。参拝を終えまして、参道に戻っていきます。宝山寺にたくさんの人が参拝に来られてて、活気がありました。うん、看板ありました。現在地から少し上がったところに梅屋敷っていうところがあるんで、そこからまたケーブルカー乗ります。久しぶりのリハビリハイキングや。なんでリハビリなん？実はね、足が全治2ヶ月の負傷をしております。やっちゃー、ポポさんやっちゃった。ちょうどね、今も1ヶ月ちょいぐらい経ったんで、うん、軽いハイキングぐらいならいけるかなと、リハビリ中です。ここだけ頑張ろう。皆さんも気をつけましょう。ほんま人ごとじゃないからね。私も気をつけよう。せやで。おっしゃ、ほんまの駅やん。踏切や。これ踏切つかまた乗られへんで、渡っとかな。あ、めっちゃ急なとこに作ったね。気をつけて。どうぞどうぞ。注意ね、ここすごいよ。あ、お前ロープ注意やで。難しいよ。このロープ引っ張るから。結構怖いかも。気をつけて。斜め。おお、なかなか珍しい。このロープ要注意。要注意。よし。よし。これで乗れるな。なあ。動き出した。めっちゃ速いやんこれ。怖っ。なあ、ちょ、分かりにくいかもしれないですけど、めっちゃ速い。うわー、来た来た来たよ。さあ乗りますよ。到着。イエーイ。遊園地、遊園地や。山歩いてたのに。到着しまして、はい、なんかレトロって聞いてたけど、めっちゃ綺麗な。綺麗です。なあ、思ったよりええわ。なあ、活気あるな。なあ、びっくりしたわ。若い子らのあのデートスポットにもなってさ。そうそう、ファミリーも多いしな。なあ、はい、乗り物のチケット買いました。買っちゃいました。3500円で12回。うん、2人で、まあ、6個なんか乗れるって感じですね。うんうんうん、まあ、それぐらい乗るやろうってことで厳選していこう。いっぱいあるから。まずはこのミュージックエクスプレスっていうのに乗りました。はい、どうでした？いや、もうガタガタでスリルもあって、意外とめっちゃ速いねんな。そうやな、遠心力がすごくて、こう外に放り出されないように耐えるという。体こんなのどうだもん。久々だったね、こんなんね。うん、あ、酔ったわ。だいぶ酔ってんな。休憩。早ない。さあ、続いては。お化け屋敷。大丈夫か？大丈夫です。
地獄もんやって。ビビらんけど。まあ言うて子供向けやからな。怖い。楽勝でしたね。いや汗かいた。よかったよかった。寒い。生駒山の山頂はなんとあのあそこです。なんかカートの中にあって入れないんでここで、はい、山頂到着。ママ面白い山頂やね。お前さ、まさかここに探すの楽しいですよ。三角点にはタッチさせませんというよし、はい、バキバキ打てるけど大丈夫？バキバキ打てますけど。ちょ早い早い、めっちゃ早いんやけど。ゆっくり行こう。おー早い、もう待ってまうで。やりすぎや、早い早い。オッケー。いやもう越えてないけどめっちゃ早いんよ。あー、ええ景色やで。うわ怖い怖い。ちょ早ない？ちょ早いって。早い。前も早かった。ほんまや。さあサイクルはここ来たら絶対乗った方がいいね。いいよ、これはいい景色見えますか。さあゆっくり景色見ようぜ、展望台で。うん。今結構邪魔。あ、雨が降るかさ、あった。あった？あった。まあここでも見えるから。うわすっごい見える。緑や。そう、緑とか見えんねん。緑だけはっきり見えた。ちょっと片目見さして。そんな。できる？さすがに無理か。あれ終わったんちゃう？終わるやん。終わってるやん。もう。もう。パクンだ。見えんかった。みんなにも見せてあげようと思ったのに、前触れもなく終わってもたから。遊園地内の山の上のレストランでランチじゃない、軽食。軽食おやつです。なんと先の乗ったモノレールが見えます。ああ景色もいいしな、うん、ちょっと休憩して、うん、まだチケット半分残ってるから結構乗れるね。それ乗ってみましょうか。浮きました。いやめっちゃいいな。さあこれが最古の遊具らしい。生き残った遊具らしいよ、あでも優しいな。やおー、酔うんちゃんこれ。遊園地全体が見える。見えるな。下見た終わりや。全体的にかなりこう綺麗というか新しくなってるんですけど、こういうちょっとレトロっぽいツールあるんで通ってみましょう。いいねこういうの。はい、急流滑りゴールドラッシュスタートです。もう逃げられへん。意外とこういうのが苦手なんやな。やめてけ。あー手汗が。自分で乗りたいって言ったくせに。これは試練や。なんのやねん。ほら、カラスも祝ってくれてるで。カラスがより怖さを増す。楽しい、これは楽しいんだ。うえぇ、楽しいんだ。うるさいな。よかったね。
さあいろいろ乗りましたけど、最後はこれでなんか結構新しめのアトラクションらしいんで、シューティング楽しもうか。なるき、さあ最高得点を目指してやっていきましょう。8万いくん、ほんまか。始まったぜ。ではまた。あれ行くすぎね。なんえなんかコツあんのか。さあ果たして順位は。あれ県外にものがある。なあ、7万ってどうやって取るんだよ。すごいよ。ではケーブルカーで降りましょう。結構遅くまでやってんのかな。生駒山降りてきました。ケーブルカーで楽ちんに上がれて、途中で、宝山寺見寄れたり、山頂では遊園地をたくさん楽しめたり、めちゃめちゃ満足のいくハイキングができました。皆さんもぜひ登ってみてください。登る？歩くかな。楽しめるので行ってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。やったね。さあ本日もお疲れ様でした。アブリジオ50。ええ顔や。